超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです イなゲストと共に希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました日本最高日本最高へのシーズンの時間がやってまいりました私田中康夫でございます 今日はですね、ダイヤモンド社の論説委員であります辻広正文さんをお迎えをして、JAL 再生に望まれる経営者像、このテーマで語ってみたいと思います。どうぞよろしくいいし,よろしくお願いいたます、えー、辻広さんは皆様ご存知の「週刊ダイヤモンド」の編集長を務められた方でございまして、えー、私が浅田明さんと今は、外事という環境雑誌で行っているルテンの連載、遊刻砲弾の連載をしていた頃の編集でもありました。 まあ、あのこの番組ではですねたびたび日本航空の問題、はいまあ、ある意味で言うとこの会社をどう捉えるのかまたこれをどのように政治が経済がまた市場が、えー、見ていくのかというのは一つの、まあ、日本という大きな国が再生していく上でのです、ね、非常に象徴的な事例ではないかなと、ね、このように思って扱ってきてるんですが、はい、辻浩さんもこの点に関してはいくたびも。 ダイヤモンドオンラインという中でもお書きいただいています、はいはい、あの確かにその日本のさまざまな問題、課題をいろんな側面からその浮かび上がらせるような問題だと思うんですね、うんでまあ、それこそ,その田中さんは政治のど真ん中にいらっしゃるわけですけれど、あのこの JAL 再生再建の経緯を見てみますと、まあ、その前政権から始まって、民主党政権になって、前原さんがタスクフォースというものを登用して。 就任直後に日本航空が作ってきたプランはだめだと言ってそうです、ね、捨てて,て,て JAL 再生タスクフォースというのを大臣の委嘱状を渡して。うんえー 結成したとしかしながらそのタスクフォースが作った案がさまざまな理由で受け入れられずに今度はその政府の持っているその再生支援機構というところに手が移ってそして現在、法的整理に移るわけですがしかしバタバタとここに動いたのは12月末にです、ね、その年末年始、もう正月休みに政権が入っている時に閣僚たちがバタバタしたと。 うん、といいう,うにししか見えなここれ多くの指揮者が指摘しているところです、はい、つまり長年かかってきてしかも政府肝入りのタスクフォース等々のチームを結成しながら法事実を棚ざらしにして資金を切らすようなつまりその政府、内閣政権というのは見たことがないそんなお粗末なもの、はい、ということがまず大事だと思います。 まあ、あの私も指摘していますけど結果的にはその半官半民の企業再生支援機構が曲がりなりにもプランを出した1月中旬まで4か月間問題は先送りされたとそ,うです、ね、その間1日10億から20億とも言われる日本航空の赤字は拡大しちゃったと。はい ですからそれは、まあ、もう少しきれいな言葉で言えばその関係閣僚というんですかね指導者はもちろん畑山さんだと思いますけれどもそこに関わった重要な人たちが、うん、JAL を再建するにおいて何が大切なのか、うん、何を最優先すべきなのかということがきっとバラバラだったんでしょうねだから合意せずに再建計画がまとまらずに資金だけが垂れ流されていくという事態が続いたんんだと思うんですよね、うん、その何が大切なのかと。はい いうう点で言うとそのまあ政治的な判断、はい、まあ,あとは、何ですか経済的な判断であったり、はいあのまあ、ここまで JAL が悪化しますとといと言っても JAL、ねえー、の,の経営の悪化というのは長年指摘されていましたが明確にそれをディスクローズされるとかなかったわけじゃないですか。 はい、そのつまり、こういうふうに景気が起こっている権力闘争が起こっているどうやら証しらしい、うん、政府は毎回その政策投資銀行を通じて1000億を、うん、その注入してきたと、うん、いろいろ状況的なことを言われるわけですけれどもしかしながら私が覚えている限りでは あの債務超過であると、うん、しかも何千億もだということはやっぱり今回初めて分かったわけですよねそうした場合にじゃあどう処理するかというときに例えばそのいくつかの選択肢があってそれぞれメリットデメリットがあると例えば法的整理に結局なりましたが法的整理というのはやっぱ政治的な合理性はあるわけですよね非常にやっぱりすっきりするし大きく JAL を変え,変えるという政治的意思も表明しやすいとしかしながらこれはものすごくお金がかかります。 やっぱ破綻させちゃうので、そこに投入する資金がものすごく多くなるわけですね、だから先ほど、田中さんが解説していただいた、あのタスクフォースというところが、法的制限の場合は6000億くらいかかると言いました、しかし今はもっと膨らんで、例えば9000億とか1兆円とかかかる。1兆円の公的資金が結果的には、使われるということますだから、会社をそういう意味で法的に潰して再生させるということは、政治的にはすっきりして合理性がありますが、経済的な合理性があるとは言えない側面で。うん それをひっくり返すと、じゃあ、私的整理というのは、法的な整理ではない、つまり銀行や債権者や経営者が寄り集まって、あなたはこれを泣いてくれ、ここを泣いてくれと言って、再生に向かうやり方ですが、これはそういう意味では損失は少なくて済む、しかしながら、過去のさまざまなしがらみを引きずる危険がある、そうすると再生の可能性が低くなる、政治的にも何やってるのかよく分からない。 そうですね、という,うメリット、デメリットがある、うん、どれを取ればいいのか、何をすれば JAL があその国内的に再生するだけじゃなくて、世界に通用する企業になるのかということを決めかねて、えー、菅さんはこれを考える、前原さんはこれを考える、それぞれの個別の,そのお主張はその官邸で行われたとしてはか私は分からないけれども、うん、食い違ってずっと棚ざらしになってたんだろうと思うんです。うんまあ、前原誠二さんはその 法的整理公的整理は排除すると二者体制を維持するとおっしゃって指摘整理というまあでもその私的整理にも進まなかった。 はい、そして国土交通委員会で私が改めて聞いた時に私はその法的整理を排除したことはないと突如しちゃって株価が100円下がると、うん、そして今回そのいやこれは法的でもこう指摘でもなく公的整理だというふうにまあ言葉遊びというかなさってるんですけどその指摘性でも今回のは法的整理なんでしょうか果たしてつまり借金棒引き3倍にしてですね日本航空は一見身軽に見えるけれども、はい。はい そしてまあその今度のプランというのもその客単価が2割増しになるからあの2年間で急激な回復をするというちょっと今のご時世考えられないようなことを書いてるとそうです、ね、法的にすらなってない指摘の段階にも至ってないんじゃないかと。 私的、まあえーまあ、整理の今まであった案に比べれば、うん、その債権のカット額等々が大きいので、うん、財務的には身軽になることは確かですよね、はい、だけどもしかし再生するというのは、うん、利益が出るようになるということなので、うん、当然その、何て言うんでしょうね、えー、世界的な景気にも左右される、うん、そういうことが田中さんおっしゃったように読みが甘いといえば甘いしかし何よりも、うん、企業が再生する時というのは、はい、当たり前です けどこう非常に先見性と指導力のある経営者の下でみんながやる気になって一致団結して頑張ろうと思わないと到底それは普通の会社でも組織でもこの厳しい世の中あの活性化しないわけなのでそれを一段求められていると厳しい状況の中でそれができるかどうかそういう中でですねその京セラの創業者である稲森和夫さんと。 はい、いう方がその日本航空に乗り込んで日本航空を再生するのだと、うんはい、いうことをその政府も後押しするという具合になっていますかこの辺に関しては辻弘さんはすでにダイヤモンド・オンラインでもいささかその再建の方向、称賛というものに懐疑的であるとい、はいあのー、私はその稲森さんという方は非常に優れたやっぱり名显者だと思うんですけど結論を先に言ってしまえばミスマッチなんじゃないかなという懸念を持っているんですね。 あ日本航空という今までの体質の会社の中で行うには、はい、で少し説明が必要なんですけれども、はい、ど稲森さんという方は大変優れた経営者です。中の名経営者 あの非常にその町工場を世界的なその企業に育て上げられる、うんえー、もしかすれば本田さんとかソニーの伊の深森田松下さんに匹敵するかもしれない、うんうん、しかしながそのやり方というのはですね、まあ、オーナーその創業者がよくうううありがちなことですけれどもやはり自分の,その思想仕事のやり方に賛同するものもっと言えば純化して染めで上げていく そそしててうういいう純粋なグループを作っていく広めていって目的に邁進していくその徹底ぶりと情熱がやっぱりすさまじい人なんですね。で京セラっていう会社のその前は京都セラミックっていう会社の名前でしたその時によく言われたんですけど京都の京は京人の京で都はその生徒の都宗徒の都つまり狂ったように一生懸命働く。 それも、お、州、党っていうのは、その稲盛協の州都としてと。うん、で、それも、そんいい意味ですよ。私も、素晴らしいと思っていました。うん、で、ではで、その、振り返って、ひるがえた。最初から稲盛さんが、一から D. N. A. を町工場から作っていくところに、賛同し、また。賛同じゃないけど、来た人を、染め上げてった、から、成功してる、ね。そうですね。それと、途中から入ったとしても、そういう土壌、うん、経済的、政治的条件があれば、できるかもしれない。なできるかもしれない。 実際、そこまで染め上げなかったけれども DDI、KDDI というその通信会社をやはり稲森さんは成功させたと言ってもいいかもしれないしかしながらこの日本航空 JAL という会社はじゃあどうかとでも田中さんにはその専門家ですけれどもつまりこれはその公共事業体だったわけですねそういう意味では国鉄とか日本郵政とか NTT と同じつまり規制下において役所と同質の文化とか組織を持っているつまり民間企業でありながら 官僚がいいる組合も強いそしてその人たちは純粋に民間のように利益売上げを求めるためにどうしたらいいかというふうなことだけを考えないだって規制とかその経営条件を決めるのは役所だからそこを見る役所だけじゃない政治家の要請も受るから政治も見るそういう中で社内とそして世の中と 霞が関役所と永田町政治を見ながら自分たちの権力をどう維持したらいいかということを考える独特の論理がある、はい、そして、えー、闘争してしまうそれはもう今までの歴史が証明してしまう、はい、つまりそういう意味では民間企業純粋民間企業とは全く違う独特の論理で権力闘争を展開しがちな、はい、稲森さんが もう全然会ったこともない見たこともない大集団の中に入って、うん、そういう順化することを最も得意とするもちろん私なんかよりもはるかなしたたかなその私の予想よりもはるかなしたたかな経営者だろうとは思うけれども、うん、しかしそういうことを多分稲森さんに説明している人も誰もいない。 そんなこと言ったら静岡その嫌だって言われるかもしれないからこれはもう経営者、公的機関のトップを駆動くどくときは上等ですよね、いやもう大丈夫ですよと、あなたの力だったらもう簡単ですってみんな言ってはまるわけですから、うん、でそういうことがさっきほど申し上げたようなミスマッチというふうに考えるいやあのー、まあ 外務省の大使館というものがあるとその日本航空はまあよくも悪くもナショナルフラッグキャリアの時代に駐在員の人も留学生の人も日の丸が垂直尾翼についていると安心するというその第二の大使館みたいなものだったとすると、うん、私はやっぱ霞が関の中でもですね最もその危機感が乏しいのは外務農省と私が呼んでる外務省、はい、つまりアウトカムが出なくてもよい、うん、なんかあのいや文部科学省の場合には多少そのいや子どもの学力 どうしたよって言われるんだけど外務省の場合には日本文化を伝えるメッセンジャーですパーティーやってますと。 なんかそれと似たような体質がとりわけ国際線部門に似たような人にはいて、うん、すると、この日本航空の,そのアウトカムを出さなくても、うん、マイペンライという体質のところに今おっしゃったように、うん、稲森さんが入っていって、うん、果たしてどのくらい変えられるのかと、うん、個々の整備の現場やその接客の現場には非常に意欲を持っている人がいるかもしれないけども,、ね、もしかし、中間よりも上のところは、うん。どかだからジャン管ですよね、うん、問題はそれとやっぱりその 潰れては困るし、頑張ろうと思っているけれども、うん、なかなか自分たちは旧来の対策が抜け出られないから、その典型はやっぱりローソンなので。そういうそのいくつかやつとかに分かれているローソンと、うん、やはりその先ほど言ったような行動様式が染み付いているジャル官僚たちに。うん、その稲盛さんがどう対応するのかと、うん、やっぱり人じゃ厳しいだろうなと思う。そして、今田中さんおっしゃったように、その外務省のその例はいい例だと思うんですけど、そういうアウトカム、つまり。何か明確な測定されるものがない、うん。 組織というのは、うん、より高いその規律がないと、うん、うまくいかないわけじゃないですか。なるほど自分たちに高い規律を課さなければ、うん、他人からその測定されないとすれば、うん、もっと難しいですよね。うん、だそういう中でこう稲盛さん一人にそのじゃあ託したというのは僕はやっぱり政治のそれも逆に無責任なんじゃないかなというふうに思います。あのまあ複数の方々がその以前もその金棒の 伊藤さんという方がその御巣山の事故の後に日本国に入ったけども残念ながらこう志半ばだったとまあ政府の方も逆に途中ではしごが外していってしまうような具合だったと。 あのこれは例えばその当時、まあ、あ85年ですよねで中曽根さんが非常に心配をして当時のその中曽根首相がカネボウの伊藤淳二さんというカネボウ中高の祖といわれた会長を一旦 JAL の副会長にして会長にしてそれこそ,その3個の例を持って改革を託したとでそのことを覚えている財界人たちに聞くと。 あのやっぱりちょっとその稲盛さんと似通っていて心配だなとあの批判してるんじゃないですか心配だな、はい、で伊藤さんはそのうち金棒の破綻の原因だというふうにされてしまったんだけれど、うん、まあそれを横に置くとしても、うん、伊藤さんも伊藤京で、うん、あの労使協調で多角化路線というのはちょっと横に置くとしても、うん、そ,その労使協調の中にも伊藤職伊藤京でこう染めてあげていく話を通じる人間を通してこう経営をしようとした。 うん、物の見事にジャルの中でで通用しなかったわけですね、うん、2>, その2年、えー、そこそこの間で、えー、そういうその怪文書が乱れ飛び労使協調どころはさらに乱れ、うん、で会長と社長と副社長の間でも水が起き、うん、もう自民党からもそれはちょっとまずいぞと言ってやめざるをえなくなった、うん、でそれは決して伊藤さん今簡単に言い過ぎましたけど、はい、伊藤さんに悪いわけじゃなくて、はい、伊藤さんのやり方が多分ミスマッチだった,だったと思うんです。伊藤さんも稲森さんんもも稲、まあ、ある意味ではその いよで、立派な経営者でありながら、同時にロマンの人でで、ね。そう、そういうところもあります。でも、ありますね。そうね。でも、もっと冷酷ではなく、冷徹な部分のある経営者が入らないと、なかなか日本航空という服までは難しい。そうですね。だから冷徹さとともに。うん 厄介なのは例えばこういうふうに形がきれいになったとしてもです、ね、例えばその稲盛さんが社長を決める、まあ、今決ま,りその、えー、決まるわけですけどこれから経営陣を決める社長例えば交代するという時にこれは国交省とか官邸のです、ね、意向を非公式にも公式にも忖度しなければいけないとか伺わなければいけないということは当然起こるわけですね。 そういうい人事一つとってもそういうさまざまなしがらみや思い方をずまく調整をこれ考えただけでそんな権利専念できるかっていう民間の純粋な経営者はしたことないですからそういう,こう非常に厄介なことってありますよねそうすると例えば辻浦さんは「週刊大門」の編集長も経験され多くの,その経済界の方々をアントレプライナーも含めてご覧になってきてると思いますけど例えばどういうタイプの方が日本航空を。 まあ今実は「週刊ダイヤモンド」の「ダイヤモンドオンライン」では3年間で再生しますかっていうアンケートに対してその読者の方は8割の方が無理っておっしゃってるっていうのはおそらく我々と同じ懸念を持ってるんでしょうけど辻弘さんからご覧になってあの、まあ、いくつかの選択肢があって何が最適かということは分からないですけれども、はい、今私がそのちょっと強調しすぎたかもしれないけれどもその政治とかその関か,そのか 霞が関との関わり等々のことを考えればですねまたそういう労組や官僚が社内にいるということを考えればそのこんなこと言って怒られるかもしれない似たような会社を経営して乗り切ってきた人たちに任せればそこは無難なわけですよね例えば三重川その成功させたと僕は言えると思うけれども NTT の経営陣とか国鉄の経営陣とかまた今の JT の 人たちとかっていうのは、同じ境遇の公共事業体から民間会社にして、ある程度乗り切ってきたわけなので。うん、その辺の壺は心得ていると。しかしながら、ものすごくダラスチックで。 つまり、これはグローバル競争なので世界に通用する会社に切り替えられるかといえばやったことない、その人たちは。とてもよく分かるんですがただ JR の場合には多くの,その今、まさに3割を4割までにするという鉄道運賃以外の収入というものが土地もある駅前の一等地を持って出てきたってということがなるかもしれない、まあ、NTT の場合にも技術があるしあるいはまあ基本的には国内という巨大な資本。 JT の場合には海外も買ってるかもしれないけどまあその食品というような医薬品というようないろんな部門へと進出できるという可能性があるだとしかし日本航空は基本的にはその運輸会社というところ。 がコアにななけければ無理わあのまあその先ほど誰がそのどういう人がいいのかというのは、うん、そのある財界人とその実はあの話していた時にね、うん、今の,そのじゃ NTT かな JT 出身者かなって財界、うん、人はつぶやいたわけですよね、うん、で彼が言ったのは、まあ、実は彼もその公共渋滞の経験者なんだけれどしかしながらやっぱりねこれはその今後 JAL は メガキャリアとと競争しななきゃいけないけ消えてなくなるなら別だけどそしてこの窮地の中でそうやって再生していくためにはねグローバルセンスもなきゃいかんそれからやっぱり財務力を持ってなきゃいかんもちろん時代の見通しも優れてなきゃいけないし法的な能力もいるやっぱり50代でこうものすごくやっぱり活力に満ち溢れてる経営者をどこから探して持ってこないと厳しいかもしれないなと。 年寄りに相手にして <laughs> いいかもしれないなってつぶやいて誰だか,か結局名前出なかったんですけどね僕はあの伊藤忠商事の庭羽一郎さんみたいな人というのは一つ選択肢としてあるんじゃないかなと個人的にはずっと思ってたんですけどね。ああのそれはあの僕はその気が付かなかったですけど丹羽さんはそう言われてみるといくつかいい点があってもちろんその改革した能力があるというのと。うん えっと、シンボルとしても非常に有効ですよね清廉、うん、さとか,そ,か、ええ、それとあの今の民主党政権は、まあ、田中さんにその言うのは、うん、あれなかもしれないけれど財界との距離がかなり離れて、うん、溝ができているので万が一仁和さんをつけることができればそれもよって一気に財界と。 関係が改善できるかもしれないです、ね、まさに経団連や経済同友会もあるいは丹羽さんがまた再び電車に乗って通勤をするという場合にはその西松さんという前社長が行ったの以上なです、ね、非常な覚悟のほどが見えるでところが残念なことに丹羽さんは、まあ、前自民党政権の最後の頃に地方分権をやってた人だというような形で、まあ、おそらく排除されてしまっているとするとですね、うんうん その有能な人材という日本の共通資本をですねそれはあのぜひその田中さんから民主党政権に注目した方がいいと思うんですけど今おっしゃったような、ね、今の理由だけじゃなくて、うん、どそ,のそんなことが理由なのかと思うほど、ね、その自民党自体の経済界を含めて。 民主党政権が遠ざかっているので、多分私今その話がちょっとそれるかもしれないけれどもマクロ経済ミクロ経済運営経済対策を出すわけじゃないですかだけど経済運営の主体の企業と企業経営者とコミュニケーションないと絶対うまくいかないと思うんですよねだけど明らかに溝があってやっぱりそれは非常に不安なところありますねでそれはあの実はその稲盛さんという経営者を民主党政権が選んだ理由は 本意で、あのどうしてかということは私にはわからないけれども、しかし非常にその参、その経済界と協力して、えー、幅の広い選択肢の中を選んだのではないだろうなとも思うわけです。そうです、ね、だって協力なんかできないっていうふうにお互い言ってるわけなので、うん、これはかなり不幸なことだと思います。すね、国民にとって極めて不幸なことです。はい、そしてまあその一方でまあ今回先ほど申し上げたように今1兆円近い公的資金がですね。 企業再生支援機構を通じて行われるとしかしこれでまあ8割の方が再生できるわけがないだろうということになると早ければまたこの春あるいは夏前そこでまたお金を積み込まなきゃいけなくなる可能性は高いわけですねいつその積み込むことが必要になるかということは分かりませんけれども。 まあその再生支援機構が決められたことというんではなくてそれは3年以内に再生させるということですけれどもしかしそんな決まりがなくたってですねずるずるいくわけにいかないとその時にやっぱり2つに1つなわけでしょうねつまりその自力で再生するのかどっかと一緒になるのかとそうじゃなければ消えてなくなるしかないわけで。 そうするとその、まあ、自力で再生するときには例えばそのよく言われるこの方言われるんですけれども世界の非常にその航空会社が苦しむ中で非常に運賃の安い LCC というふうに言われるローコストキャリアというところですね、はいえー、そういうところがのしてきているので、うん、そういうふうなその低価格の会社に生まれ変わるのか、うん、それとも全日空と一緒になるアナ、うん、と一緒になって、うん 外に向かかっててメガキャリアとして出直すのかみたいなことをどっかで決めななきゃいけないけ、うん、その2つの選択はあるし私はその全日空とですね日本航空がもっと筋肉質にはならなくても全日空を取った後になるというのはあると思うんですけどただ現状でまた言われていることはそのアライアンスの関係でアメリカンを取るかデルタノースウェストを取るかみたいな話になってますけども。はい 結果的に今後また公的資金を入れるのかという時に国民の反発もある場合にもう公的資金をまたずるずる入れ続けるのか生産するのかになれば結局そのアライアンスの側に太平洋路線のドル箱はみんなアメリカの会社に行ってしまって遺援権を持っている日本から中国やフィリピンの路線もみんな あの差し上げるという具合になればこれはまさに最初その日の丸をつけた飛行機会社は2社残さなきゃいけないと豪語していた運輸大臣の真逆のことを現政権は行っていかれてしまうとです、ね、ナショナルフラッグじゃなくなってるじゃないかという事態になりかねないとおっしゃってる、うんうん、確かにそうですよねあのだからその目先公的資金を何度も入れるということは事実上できなくなると思うんです。うん でやっぱりそれはその金融機関もそうですし、まあ、ちょっと話がそれますけどもアメリカの,そのオバマ政権がです、ね、この頃ウォル街に対して厳しくなってますけど、うん、金融規制等々でいくらなんでもだめだと、うん、やっぱりその税金の投入公的資金投入に相当、やっぱり世論は厳しい態度でこれはやっぱりその税金の使い方について世界的に厳しくなっているのでそうそう、JAL に金をつぎ込めないだからこそ経営者はどこにその方向を持っていくか早く定めなきゃいけない。 でその時にです、ね、もう一つはです、ね、そのこうやって JAL が大きくその変わっていく改革しなければならないというふうに大変憂鬱に思っている人たちがいるそれはどこかというとやっぱり交渉ですよねだって JAL の裏側にひっついてやっぱり裁量とずるずるの航空行政をやってきたわけじゃないですかそれはもう社会に説法ですけど、うん、空港を作りそれはもうダムを作りっても同じようなもんですよねその,その役所が。 それ全部否定しななきゃいけないけんですでも、その否定してその航空行政を変えていくシナリオはです、ね、もしかしたら JAL の再,生再建プランはまだ形ばかりで批判するのがあるかもしれないけど行政刷新プランはゼロなんです。うん そそうううすするるとどうなるんだろうっていうそこも相当んですねですから私などは個人的に、もう可及的速やかに新旧 JAL に分けるべきだと思ってましたけど、同時に逆に言えば、日本航空の生ぬるいと言って、前原さんが却下したプランをまずすぐやらせて、1ヶ月でもそこでダメ出しをして行う方がはるかにですねあの良い再生であったり、日本の刷新になったかなと。 い,ね、いう気もしてなりません足元にメスを入れるべきだと思います、はい、という中でですねまだ話はつきませんがついひろまさひろさんにお越しをいただきまして日本航空の再生に見るですね望むべき経営者像というものを語っていただきましたぜひまたこの番組お越しいただきたいと思います、はい、どうも今日はありがとうございました、はい、田中康夫の日本最高それではまた来週お届けをいたしますどうぞお楽しみに 日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。